市原市は SDGs 未来都市として市民、企業、各種団体など多様な主体との対話と連携のもと、温室効果ガスの排出量を減らすことを目的に再生可能なエネルギー資源の生産に取り組んでいます。市原市は汚水と雨水を別々の下水管で流す分流式を採用しています。下水道は汚水を道路や側溝などに溜めることなく流し、害虫の発生や伝染病を防ぎます。また汚水を処理することで川や海などの環境を良くし、貴重な水資源を守ります。雨水を素早く取り込み、川や海へ排水させ、町が浸水することを防ぎます。市原市には3カ所の下水道処理場があります。汚泥の処理は松ヶ島終末処理場で集約し、最終の処理を実施しています。市原市下水道センター、松ヶ島終末処理場です。これは BK 水処理施設です。ここでは活性汚泥法という方法で下水を処理しています。トイレットペーパーや髪の毛などを取り除いた下水は、重力沈殿により汚物と水に分離されます。次に下水に空気を送り込み、ある種の微生物を繁殖させます。お腹いっぱいの微生物を沈殿分離させ、きれいな水だけを海に流す方法です。松ヶ島終末処理場では、この時に沈殿する下水汚泥を有効活用しています。平成27年度の下水道法の改正により、公共下水道管理者は発生汚泥などの処理について、脱水や焼却などによりその原料に努めるとともに、発生汚泥などの再生利用に取り組んでいます。この建物は下水汚泥固形燃料化施設です。このプラントで下水汚泥から固形燃料を製造します。下水処理で沈殿した汚泥は脱水機に送られ、汚泥の含水率をおよそ 74% まで脱水します。ある程度脱水した汚泥は、乾燥用熱風炉からおよそ摂氏400°C から600°C の熱風を送り込む汚泥乾燥機で、含水率 20% 以下の固形燃料を年間およそ3700トン製造します。発熱量は 1kg で 16MJ、 およそ 4.5kW の電力に相当するエネルギーを生み出します。これが出来上がった固形燃料です。この燃料は石炭の代替燃料に転換し、長期安定的な下水汚泥リサイクルを実現します。焼却から
燃料化へ。温室効果ガスの排出量を年間およそ1200トン削減します。市原市ではセメント工場などでの燃料利用により排出量をおよそ5400トン削減します。合計でおよそ6600トンの排出量は杉の木およそ75万本に相当します。下水汚泥は石炭の代替燃料として工場で熱や電気に生まれ変わり地域社会へ供給され循環型社会の構築に貢献します。市原市では2050年までに温室効果ガスの排出量ゼロを目指しています。松ヶ島終末処理場でのオデイの固形燃料化は下水道分野におけるカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みです。